ちじみ、または、縮みは、朝鮮料理の一つ。様々な食材を溶いた小麦粉などと合わせ、油で平たく焼いた粉食。雨の日になると、縮みを食べる俗習があるが、これは縮みを焼く音と雨の降る音が似ているため。高天時は、買い物が面倒なため、家に常備した小麦粉で食事を整えるという意味合いも、ある。採取に欠かせない料理でもある。 地方によって様々な縮みがあるが、日本で一般的に知られる縮みは薄く外側はパリッと、内側はもちっとした食感のものであり、タレにつけて食べる。日本では大抵の韓国料理店で供されるほか、食品スーパーで縮みの粉が売られるなど、馴染み深い料理となっている。料理としての歴史は浅く、朝鮮半島に広まったのは20世紀初頭から、 日韓併合期にかけてとされる。日本製の小麦粉などが持ち込まれ、お好み焼きを現地化したものとして誕生したとされる。チジみという呼称は、韓国の標準語だが、標準語としてはよく使用されていない。日本で広く知られる呼称は、軽症道地域で使われる日本語由来の方言に由来し、韓国の普遍的な標準語ではプチムゲ、またはチョンと呼ぶことが一般的である。 厳密には、プチムゲは、食材と溶いた粉を練り混ぜて焼いたもの、チョンは食材に衣をつけて焼いたものという違いがあるが、講義のプチムゲにはチョンが含まれ、両者の区別が曖昧な場面もある。日本語としてカタカナ表記する際、現代は4つカナを区別しないため、内閣府国時の外来語の表記の原則に従えば、縮みになるが、縮みと表記することが定着しており、 NHK でも2015年から特例で、縮みと表記している。韓国風お好み焼きと呼ばれる場合もある。日本では、縮みとパジョンが同義であると誤解されることがあるが、パジョンはパを使ったチョンという意味であり、縮みと呼ばれうる数あるメニューの一つに過ぎない。小麦粉、米粉、水、卵に適当な野菜を混ぜ合わせ、種を作る。これにキムチを加えると、キムチ縮み。 イカやエビ、カキ、ホタテの貝柱などの海産物を入れると海鮮縮みになる。お好み焼きよりも水を多めに加え、やや緩めに作るのが薄く焼くコツである。熱したフライパンに多めのサラダ油をひき、種を流し入れ、強火で揚げるように焼き、焦げ目がついたら弱火で火を通す。仕上がり剤にフライパンの肌にごま油を垂らすと香ばしくなる。 焼いたちじみに包丁で切れ目を入れ、タレにつけて食べる。タレは醤油、酢、ごま油、コチュジャン、ごま、刻みネギなどを好みで合わせて作る。ありがとうございます。